稲川ダムは、長野県基礎群大川村、一級河川、基礎川、水系稲川に建設されたダム。高さ43メートルの重力式、コンクリートダムで、関西電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、稲川発電所に送水し、最大4700キロワットの電力を発生する。稲川は、基礎山無役の最高峰。 木曽駒ヶ岳に橋を発し、南西へと流れ木曽川に合流する河川である。急峻な地形に加え、冬の豪雪によって流量を豊富であったことから、水力発電の適地として古くから注目されていた。大正時代、下流より、橋場発電所、電光発電所が順次運転を開始し、昭和初期に、総の宅発電所が完成。 基礎発電による稲川開発はこれで一段落した。戦後、稲川を含む基礎川筋の水力発電所を継承した関西電力は、未だ開発の余地を残す稲川に注目。上流に稲川ダムを建設し、基礎川との間に存在する、標高差240メートル余りを利用した、大規模な水力発電を計画した。稲川ダムは百七十四年に着工し、 1977年に完成。稲川発電所が運転を開始した。開発はその後も続行され、1986年、稲川ダム上流に稲川第二発電所が完成。稲川発電所とは異なり大ダムを伴わない水路式発電所であるが、400メートルにも及ぶ落差を利用し、新たに最大2万1600キロワットの電力を、 発生できるようになった。これにより、関西電力の基礎側における発電所総出力は100万キロワットの大台を突破した。国道19号、道の駅大桑から松本市方面に向かって進み、大桑駅を過ぎたところに大層中学校へと通じる道を示す案内板がある。これに従って右折すると稲川に沿って道が続いており、 上流へと進むと稲川ダム砂岩に着く。右岸にはダム管理所があり、ダム天馬を渡るためには許可を必要とする。道は稲川ダムを過ぎると基礎山無役への登山道となる。ありがとうございます。